はい、どうも、モルさんです。さあ、今回もビーコンラッシュで、場所はアビスですね。はい、ミラティブ配信の切り抜きになるので、画質はちょっと悪くなってしまうのですが、ご了承ください。で、まあ、おちょこちですね。昨日かな、2024年の11月9日、10日時点で、まあ、おちょこちやら、オフィオンやら、まあ、もろもろナーフがね、情報が入りました。まあ、どうなんですかね。ナーフ内容を見たんですけど、まあ、その、ドットダメージの、その、何、ダメージ軽減というか、あの、腐食による、このダメージのね、進み具合みたいなのが、まあ、20%、40%、60%、それぞれね、今、マーク1、2、3で、それぐらいの感じだったんですが、まあ、それが20、30、40に変わると。だからマーク3で今までのマーク2ぐらいの、まあその腐食の入り方になるわけですよね。うん、まあ、若干柔らかくはなるけど、まあ、強いんじゃないですかね。あとこの、何?押し出し効果?これがなんか半減するだかなんだかっていうのを聞いたんですけど、うん。まあでも、十分強いでしょ、まだ。って思います。はい。まあ、その新機体と新武器が結構やばいんで、新機体はまあ一旦置いといて、まあその新武器が強すぎるっていう、まあ100メーター以内で、あの、広範囲で、で、あの火力、で、3回背後に回れて敵、あの新機体は、背後回るたんびに、イージスシールドがつくと。相性がめちゃめちゃ、親和性が高いっていうことで、まあ、機体と武器が相まって、またね、新機体新武器がおかしなことになるんじゃないかなとは思ってます。まあ、それ次第ですね。おちょこちが生き残るかどうかは。で、オフィオンは、正直、その、内臓のダメージが下がりましたとか、アブソーバー吸収した時の吸収ダメージが、下がりましたって、それぞれ半減しましたってなってるんですけど、あの、内臓のブラスト武器、ブラストのダメージって、あれ固定ダメージなんで、正直その、ブラスト蓄積率が下がりましたじゃなければ、まあ、オフィオンは別にイモれば変わらず強いかなと思います。はい。まあ、こんな感じで今、おちょこち無双しております。コロナ1、アルティメットコロナですね。アルティメットコロナ1、アルティメットヘイロー2。で、サビ、中武器のサビが1ですね。はい。だから、この、何ですか、ロックダウンショットガン、2種と、あれになってます。サビ武器、1個だけ。って感じですね。まあ、強い。こんな感じで、新品のおちょこにも買っていくと。うん。まあ、リビングエージェントも連発。あとはまあ、見てもらえたらわかると思うんですけど、最低2点キープ、前回の動画でね、勝ち方教えますっていう動画でもお話ししたと思うんですけど、まあ、最低2点をキープしといて、まあ、4分間ぐらいは大丈夫です。2点キープで。で、まあ、最初、うちのチームが3点キープだったり4点キープしてるんで、まあ、全然問題ないかなと。はい。で、僕、今回使うのが、音響エフペルです。これね、馬鹿にしちゃいけないですよ。これ、めちゃくちゃ強いですよ。で、これだらね、やっぱり今ビリビリのタイタンの武器が強いんで、やっぱ距離詰めないと話にならないんですよ。で、まあ、どうやって使うのかっていうと、まあ、基本的には、この動画ではそういう使い方してないんですが、まあ、あの、基本的には、やることとしては、おちょこちで敵の前線に上がる一陣なり二陣なり。で、青く染めますと。で、敵のタイタン出るまで粘ると。で、そしたらもうカウンター気味に出すって感じですね。とにかく前線を上げる。あの、おちょこちをこう出ししぶると、逆に前線を上げられて、この敵にイモられちゃうんですよね。あの、ビリビリ武器のタイタンにイモられちゃうんで、そうするとね、勝ち目なくなっちゃうんですよ。はい。ただね、この、音響のエペル、やっぱいいところは、タイタンのリペアンを無効化できるというか、うん。やっぱり回復つかないんで、あの、グレーダメージがね、ないんで、そこはやっぱ強いとこですよね。はい。で、あとね、FPL のパイロットに、器用なサバイバーをつけてます。なので、こんな感じで、体力がね、こう、ごっそり減っても、半分以下になるとね、またすぐこう、飛行できる。右のスキルが使えるようになるんですね。スキル2かな。で、エフペルは飛行した時に追加で体力のボーナスはもらえるんで、まあ、そこも強いとこかなと思います。はい。まあ、こんな感じで、タイタンはまあ3体ぐらいやったかなと。ただもうここは、もう体力も少ないし、ホークと、
あの下にね敵に囲まれちゃったんで、もう無理かなっていう感じですね。まあでも十分じゃないですかね。こっちまだ機体4機残ってるんで、ゲージもねまだ勝ってて3点キープなんで、まあ今やってる途中にちょこちょここうマップをね開いたりしてたと思うんですけど、まあアビスに関してはね結構マップ見やすい、敵と味方の配置が分かりやすいマップなんで、そこまでこうこまめにマップ開かなくても大丈夫なんですけど、ただその今この画面に見える左側のね C ビーコン、要は真ん中ビーコンですね、ここはこのマップはワープゾーンがあるマップなので、まあそこだけちょっと意識しながら、あワープしてるかなあれみたいな時にマップ開いたりはしてます。はい、やっぱねオフィオンはねなかなかやっぱ強いですよね。こうこっからの粘りがすごいですよね。オフィオンは体力ミディからの粘りが、他の試合とかでもオフィオンだけでまあ20キルぐらいしてる試合とかありますから、はい、またちょっとそれはね動画化してないんですが、まあまたそのうち切り抜きで動画しようかなと思ってます。であとはもうダメ出しダゴンですね。後半のダゴン強いっす。なんでかっていうとおちょこち出すじゃないですか、結構前半でみんな。だから残ってても分かってる人は一気は残しとくんですよ、おちょこちを。僕も今残してますけど、おちょこち最後ないとこう逆転、負けてる時に逆転の目がなくなっちゃうんですよね。うん。なんで、おちょこち残してても、まあでも1ぐらいなんですよね、みんな。結構序盤にやっぱ使っちゃうんで、真ん中取り合戦とかで。そこでね、ほとんどやっぱ通常機体、おちょこちとか以外だとね、やっぱダゴンなかなか落としきれないと思います。うん。特に僕のダゴンは結構火力が、デアデビルをつけてるんで、もう常時 30% ぐらい上がってる状態。で、あとはまあヒルコつけてるんで、70% ぐらい。ヒルコ 40% か。あと、アンプ。通常の攻撃アンプで、76% とか。なんでまあ、もろもろ合わせると 150% ぐらい。ってなると、まあ大体警武器15門分ぐらいの火力になるんで、まあ恐ろしいことになると。で、しかもこのやっぱサビ武器。溜まるの早いんですよね。母艦が。見てもらったら分かると思うんですけど、もうワンマガでやっぱ 60% 溜まっちゃうんですよ。なんで、ツーマガで溜まるんですね。そうすると、パラディンつけてるんで僕は、まあもうほぼほぼ、もう体力が無限に増えていくみたいな感じですね。これ消費されなかったシールドに関しては、体力に変換されるんで、で、フェンリル出してきても、もう回復できなくて、8割カット。はい。で、体力見てください。まだ50万あります。で、青み、瞬殺。で、ここでもう一回母艦溜まるんで使ってニュートンも大丈夫と。で、フェンリルもこれで終わりですね。はい。リビングレジェンド。で、体力がなぜか知らないけどまだ50万まで増えていくと。まあでもこれが強い。ヒルコとパラディンと、このセットアップがやっぱり非常に強い。もうね、アビリティを使うたんびに体力増えていくんで3万ずつ。で、ちなみにパイロットに関してはトリクシーを乗せてます。なので、リペアにしてます。トリクシーは、リペアユニット、もしくは、アドバンスドリペアユニットの、クールタイムが7秒縮まるっていうパイロットスキルですね。だから早いですね。撃ってから。使いましたってなって、4秒間、5秒間か、使った後に、効果がね、5秒間続いた後に、今度8秒後にまた撃てる。なんで実質13秒で撃てるって感じです。非常にトリクシーは相性がいいですね。はい、こんな感じです。またちょっと音響 FL のね、もっといいところを切り抜きたいなと思うんで、また見てください。で、25キル、6ビーコン、13.2M ダメージ。マッチありがとうございました。